マイケル・ドハティは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。2003年に制作された、ブライアン・シンガー監督の映画、X ・メンニや、スーパーマン・リターンズ、カルトホラー映画、ブライアン・シンガーのトリックオアトリートの脚本を手掛けた、他、クリスマスホラーコメディ、クランプス魔物の儀式の監督、脚本、制作、ゴジラ・キング・オブ・モンスターズの監督、 脚本を手掛けている。母親は、ベトナム人。オハイオ州、コロンバスで生まれ育ち、ニューヨーク大学、モーリス・カンバー、映画テレビ研究所のティッシュ芸術学校で学ぶ。ここで1996年に、シーズンズ・グリーティングスを制作。監督デビュー作である、ブライアン・シンガーのトリック・オア・トリートは、自身の脚本が元になっており、ブライアン・シンガーによって制作された。 同作はいくつかの映画祭で上映された後、2009年10月6日に、米国やカナダで DVD がリリースされた。2014年12月には、ホラー映画、クランプスモモノの儀式の制作を開始。本作は2015年12月に公開された。2016年のブライアンシンガー監督作品、X、Men、アポカリプスでは、ブライアンシンガーや、ダン・ハリス、 サイモン・キンバーグと共にストーリー・原案を手掛けた。2016年10月、ゴジラ・キング・オブ・モンスターズの脚本をザック・シールズと共に執筆することが発表された。その翌日には、ゴジラ・キング・オブ・モンスターズの監督を行う交渉が行われていることも報じられ、2017年1月にドハティが同作の監督を務めることが正式に発表された。 イラストレーション作品の制作も行っており、公式ウェブサイトでいくつかの作品が公開されている。ブライアン・シンガーやダン・ハリスと共に映画スーパーマン・リターンズの前日短を描くコミック4作にプロットを提供している。これらは2006年6月に DC コミックスによって出版され、映画スーパーマン2とスーパーマン・リターンズをつなぐ作品となった。 2015年、トッド・ケイシー、ザック・シールズ、マーク・アンデアコと共にブライアン・シンガーのトリックは、トリートにつながるコミック作品となる、トリック・アール・トリート・レイズ・オブ・ザ・デッドを制作した。この作品は4つの短編で構成されており、古代アイルランドの休日のルーツを遡る、様々なキャラクターや文化を描いている。2015年後半、トッド・ケイシー、ザック・シールズ、 ローラシールズと共にクランパスと繋がる作品となるクランパスシャドウズ・オブ・セイント・ニコラスを制作した。この作品はクランパスの神話を広げる3つの物語で構成されている。ありがとうございます。